はい、毎度お気に入フレードです。今回の動画も新型コロナウイルスの海外最新情報をドイツ現地から皆様にご紹介いたします。今回の動画内での情報はドイツ時間10月7日午後12時までにドイツで報道されたニュースです。今回も重要な点だけピックアップして皆様にご紹介いたします。 まずは感染者増加傾向にある国々はこちらです米国アイルランドドイツメキシコスペインイランチェコイタリアですこれらの国々をグラフとともに見ていきましょうまずアメリカですこちら10月6日時点で4万2449人感染しております次アイルランドです10月6日時点で424人感染しており右肩上がりになっております次ドイツ 最終更新が10月6日2639人ですが、今現在新しい情報によると2800人を超えてきております。のでそちらのニュースを後ほどご紹介いたします。そしてメキシコ、10月5日28115人。これに関しても情報を後ほどご紹介いたします。次スペイン、10月2日時点で11325人と、急激に右肩上がりになっております。そしてイラン、10月6日時点で4151人と、こちらも急激に増えております。次チェコ、 10月6日時点で4457人これも急激に増えております次にイタリア2677人10月6日時点でこれもまあ少しずつ増えてい,ているという感じですねドイツと似たような感じになってますということでこれから本題に入っていきましょうまずここ数日で結構報道されている内容としては重症患者の大幅な増加というものが1点重要な点としてはありましてこれに関して情報をお知らせします5日の午後5時です 月曜日のドイツ集中治療及び緊急医療のための学際的協会の日報によると447人の新型コロナ患者は現在ドイツの集中治療室で治療されていますそれらの210人は人工呼吸器が装着されています集中治療室のコロナ患者の数は4週間以内にほぼ2倍になりました9月7日に228人の集中治療患者が数えられましたしかし集中治療室で治療を受ける患者の数はまだ比較的少ないです4月中旬の数は約3000人でした ということでドイツで集中治療が必要な患者の数が4週間以内にほぼ2倍になったと急増しているということが報告されていますまあしかしながら4月中旬のような約3000人のような数ではないということがありますでまたフランスに関してですが午後10時頃ですフランスでは5月末以来初めて集中治療が必要な患者数が1400人を超えましたということで1400人が超えているので ドイツと比較しても重症患者が多いということが明らかになりますまたこちら英国の情報ですがこちらに関しては重症患者というワードが入っていないのですが補足としてお知らせいたします昨日午後6時頃です英国のクリニックの新型コロナ患者数は6月25日以来の最高レベルにまで上昇しています政府のデータによると現在英国では病院でコロナ感染症の治療を受けている人が2783人います これは前日と比較して190人の増加です最近そこで新たな感染の数が大幅に増加しましたということで英国でも治療が必要な患者数が増えているということが報告されていますそしてドイツの感染者数の増加に関してですが詳細をお知らせいたします本日午前6時頃ですドイツにおけるコロナウイルスの新たな感染者数は4月の後半以来新たな高さに達していますドイツロベルト・コフ研究所が水曜日の朝に発表したように保健当局は1日以内に2828 28人の 新たなコロナ感染を報告しましたまた集中治療を受けている新型コロナ患者数の数は依然として増加しています現在のドイツロベルト国研究所管理報告によると現在449人のコロナ感染者が集中治療を受けておりそのうち219人が換気されています、まあ、換気というのは人工呼吸器を装着されているということですね現在ドイツの診療所で約8900の集中治療室がまだ利用可能です感染国に関する情報が入手可能な9月28日から 10月4日までに感染した人々のうち7.7%が海外で感染した可能性が高い。現在の報告によると、ドイツ、トルコ、チェコ、ルーマニアは4週間で最も頻繁に感染の可能性のある国として指定されました。ということで、ドイツ国内においての集中治療が必要な患者の数も増えているということが報告されています。また、ちなみに死者数に関してですが、これもお知らせしといた方がいいと思うので、ポーランドに関しての情報をご紹介いたします。6日の情報です。 保健省によると火曜日の24時間以内に2236人の新たなコロナ感染がポーランドで登録されました。この病気に関連して58人が死亡しました。これはパンデミックが始まって以来最も高い死者数でした。ということで、重症患者が増えているのはドイツ、フランス。英国では、ま、治療が必要な数も増えていると。で、ポーランドにおいては死者数も増えているということで、第一波と比べると現在の方が少ないかもしれませんが、徐々に増えているっていうのが各国で、 いろいろ報告されているので、油断はできない状態になっています。そして、アイルランドに関してですが、6日の午前6時頃にアイルランドについての報告があります。コロナ感染の第2波を考慮して、アイルランド政府は全国的にウイルスを再び封じ込めるための措置を強化しました。全国的にレストランやパブはもはや屋内でゲストにサービスを提供することは許可されていないと、首相は月曜日にテレビ演説で述べました。 専門家委員会は日曜日に新たな感染の急速な増加のために2回目の全国的な封鎖を課すよう政府に勧告した。彼によると政府は経済的影響を考慮してこれを拒否した。ということでアイルランドにおいてもコロナ対策が強化されたという情報も入ってきておりますがアイルランドだけではなくて本当にいろんな各国のまあとある一部の地域だけとかっていうのが規制強化はドイツ国内でも行われております。また空気感染の可能性に関しての情報が 米国から入ってきております。6日午前12時頃米国の保健当局 cdc はコロナウイルスが空気中に浮遊する小さな粒子を介して伝染する可能性があることを公式に決定しました。ということで、まあ2週間前に1度こういう内容が1回出て、それが撤回されましたよね。数日後っていうのも、まあまだまだその確かではなかったからです。ですが、今回公式に同じような内容が発表されました。で、最後にメキシコに関してのカウント数、新型コロナ患者のカウント数の。 まあ、カウント方法を変えたということで。ということで、まあ、これまでカウントされていなかった患者数の数が一気に Google の統計に反映されたので、すごい急激な感染者数の波になっておりますが、これについての情報です。6日午前4時頃です。メキシコはコロナ症例のカウント方法を変更し、1日以内に28,115件の 新規感染と2789人の新たに死者を記録しましたまた北米の国ではテストがほとんどないため実際の数値は大幅に多くなる可能性がありますさらに公式情報によるとメキシコでの9万人以上のコロナテストは例えば輸送と保管のエラーのためにパンデミック中に併用化できませんでしたということでメキシコまあ、とある一部の国々では PCR 検査数の絶対数がないのでまあ、そもそも検査がほとんどされていないと検査がされていないのでほとんどもう感染状況がわからない状態だと正確ではないと いろんな条件が関わっていると思いますが一概にその Google の統計に何人が亡くなって何人が感染したっていうのが全ての情報ではないっていうのは世界中確かではあると思いますっていうのも無症状の方で PCR 検査がしたくてもできない方っていうのは結構いると思うのでほんで今現在誰が感染してもおかしくない状況下であるので、まあ、とにかく新型コロナ対策を続けて体にいいものを食べて体を冷やさずに風邪やインフルエンザも気をつけながら 生活していかない状況にあると思いますということで新たな情報が手に合い次第皆様でご紹介いたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ